12日オンエアになりましたダウンダウンデラックスご覧いただけましたでしょうか。本当にね、たくさんの、皆さんから見たよっていうおはがきやメール頂戴しておりますのでご紹介したいと思います。奈良市にお住まいの沖田千恵子さんからです。大井豊くんのすぐ隣で森子のみちゃんが小さく見えましたというふうにいただきました。そう、あのね、今回は12日はですね、同級生スペシャルということで、平成元年生まれの演歌歌手、大江豊さんと一緒に出演をさせていただきました。演歌のことに関しては、もうすっごく厳しいですね。なんか新幹線で歌わされてた。新幹線で、ちょっとこの身隣に来なさいっていうことで入って、怒られるかもしれないなって思いきや、歌ってみなさいと思って。新幹線です。師匠もですね、もう熱唱なんですよ。そうなんですよ。あ、それはすごい。マジっすか。そうなんですよ。キティちゃんは好きやと思うんですけど、想像つきませんよね。これ何の寝床？ソファーなんですけど。変態。何言うたんだ今。変態。ソファーです。楽屋のソファーなんですけど。キティちゃんなんですか。もうだから最初は初めて見た時は、本当にこれが細川隆さんの部屋なのかなって思って。夜けどね、あんねん気持ち、ね、そうですね、なんか本当に潰しやすいやつをついつい買っちゃうんですよ。あ、これ潰しやすいタイプのやつなんですよ。飲み終わりました。あのね、本当に大江さん普段からまあ本当に優しくて、あとね本当に真面目で面白い方なんですよ。なので、もう大江さんはもう本当に一緒で安心感っていうのがすごくありましたけども、まあ、安心感っていうのはその気持ちの面ももちろんなんですけど、確かに大江さんね、あの実際見るとね、すごく大きいですね。あの、なんか最近どんどん太ってってねっていうふうに本人はね、おっしゃってたんですけど、まあでもそれがまた可愛らしいというか、大江さんの魅力なのかなというふうに思いますし、また放送上でね、あ、これでもしかして大きくなったのかもしれないなとこう想像させるようなシーンもねありましたよね。あのパンを寝る前に枕元に10個も置いておいて起きたら3個なくなってるって、それおじさん絶対寝てる間知らない間にパン食べちゃってるんじゃんっていう話にもねよくなったんですけどね、ちょっとなんか心配ですよね。でも虫歯とかね、歯磨きとか大丈夫かなってちょっと思いますけどね。はい。そして、鍋島勝子さん、ありがとうございます。4歳の頃の可愛い写真、すごく、本当に可愛かったですよ、ですね、いただきました。4歳の、写真がね、紹介されてましたけども、まあ、民謡時代で、あの写真、初舞台なんですよ、4歳で。で、あの写真には続きがあってですね、あの、歌い終わってからですね、お辞儀をせずに戻ろうとして、で、民謡の先生に、お辞儀をしなさいというふうに言われるというですね、まあ、続きがあったんですけども、まあ、それが初舞台の写真をですね、紹介してもらいまして、よかったなと思います。そして、最近ハマってるものということで森好みペットボトル潰しを披露させてもらいましたが、群馬の村さんからも、ペットボトル潰し披露されてましたけども、一気にぐしゃっと急にやるもんだから見てるこっちもビクッとなってしまいました。そんな凄技を先日の八王子キャンペーンでも披露してくれてありがとうね。そして聞いてくださっていた皆さんのという反応が、そしてそこに母と恥ずかしそうな森さんが非常に可愛かったですといただきました。ありがとうございます。そう、あのね、先日八王子キャンペーンの方でそのペットボトルを
もう驚異の速さで潰すというのはですね、ちょっと披露させてもらったんですけども、結構ね、なんか微妙な反応になりましたね。なんか、みたいな。一瞬すぎて見えなかったしっていう声がすごく多かったんですけど、これでもね、ストレス溜まってんじゃねえかとかっていうコメントがいっぱい入ってたりして、あ、そういうわけじゃないですよっていうのを、ちょっと今日は絶対言わなきゃなというのがあったんですが、なんか、スッキリしませんか？このペットボトルをぐちゃってこう一瞬で潰れた時に、おいしってこうなんか爽快感というか、これで小さくなったし、ゴミ箱にこうちっちゃい状態で入るぞっていうなんかスッキリ感があって、ね、それでハマってます。そう、ラジオね、ムガコダンプ宮内さんからも、八王子キャンペーン行ってきました。ペットボトルには驚きました。ペットボトル潰し頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。もう、これからも頑張りたいと思います。まあ、頑張るというかね、うん、まあ、スッキリします。あとは、披露させてもらいましたのは、披露というかね、師匠、細川隆さんの、秘密を暴露ということで、師匠のですね、秘密は、ハローキティちゃんが大好きという、こんな可愛らしい師匠の一面を、発表させてもらいましたけどもね、これもかなりの反響をいただきまして、まあ、師匠にもね、そんな、キュートな一面があったんだね、というふうに、星の砂さんからもメールをいただいておりますし、あとは、福山のコウモリ男さんからも、師匠の細川隆さん、細川さんが、まさかキティちゃん好きだったなんてびっくりポンでしたというふうにいただいております。なんかね、これ本当に初めて見た時の衝撃はもうかなりすごかったんですけども、見られるとね、もう師匠の部屋に行くと、もうハローキティちゃんがいっぱいっていうのが、まあ普通になってしまったんですけど、まあ冷静に考えるとね、まあすごいことというか、想像つかないなというふうに思いますね。まあ、でもこれからも、まあ、本当に、まあ、演歌番組とかもね、そうなんですけども、いろんなこういう、うん、トーク番組だとかもね、またぜひとも挑戦したいなというふうに思います。